皆さんこんにちは、植松俊樹です。今回は小島味の桃太郎ジーンズの本店に来させていただいて、まあお店の中を見るだけじゃなくて、先ほど本当たくさんの買い物をさせていただいたんですけど、その中で内田さんにいろいろジーンズ、桃太郎ジーンズのことについて何個か質問をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内田です。まあ、ジーンズって言うと、まあ、誰しもが履いたりとかする、まあ、そのパンツにはなってくると思うんですけど、改めてそのジーンズの魅力というものをお聞きしたいなと思います。お願いします。ジーパンって洋服の中では珍しくって、ズタボロになっていってもかっこいい服なんですよ。ああ、普通の服ってなんか穴が開いたりとか汚れたりとかするともうなんか捨てちゃったりとか、あのもう汚いから履かないとかあるんですけど、ジーパンだけ唯一どんどん汚れていったり穴が開いても履き続けられる服なので、まあそういう意味で結構皆さんにこう愛される服だっていうので、まあジーパンが割と使いやすいというか、アイテムとしてまあ愛着を持てる服だという感じですね。確かに、まあ僕も先ほど購入させていただいて、ジーンズにおいての10年保証をついているっていうのは、その一本一本に10年保証っていうのがついてて、まあそれはなんかまあ洋服いろんなものを買ったりはするんですけど、10年って考えたらなかなか普通のものだと、まあワンシーズン1年でまた次のものを買ったりするってことはあるんですけど、その一本を10年保証でそれ直しができて、また別のどんどん時間が経っていくことについて味が出てとか色が変わってっていう良さがジーンズにはあるんだなっていうのを本当にここに来て、まあ、再確認というか、本当改めて本当に理解させていただいたのは本当貴重な経験なんですけど、衣料品自体に保証書がつくことがまず珍しいので、そうですね、まあそれぐらいこう自信を持ってまあお届けしているっていうことになります、はい、で10年本当すごいんで、ぜひ皆さん長い間履けるジーンズが桃太郎ジーンズとしての特徴でもあると思うので、ぜひ書いてみてください。でまたその次の質問になるんですけど、僕からまた桃太郎ジーンズとはっていう話題に触れていこうかなと思います、はい。まあ、あの2006年に桃太郎ジーンズのブランドができて、で今年ちょうど15周年目に当たるんです。で、まあもともとそのまあいい生地をその皆さんにこう手軽に届けたいっていうので、まああの自社生地を使って、まああの桃太郎ジーンズ自体をもう立ち上げて皆さん販売してるんですけども、まあ一番の特徴っていうのがその昔の その食器を使ったりだったりとか、まああの一つ一つ丁寧にものづくりしていって、まあ一本一本いいものをまあ作っているっていうのをまあ前提にしてるんですけども、はい、僕も今あのこれ履いてるのが桃太郎ジーンズになるんですけど、これも4月にあの東京の高円寺の店舗の方にお邪魔して買わせてもらったものなんですけど、なんか本当にどんどん履いていくことに色がまた最初のものよりも色が変わって、また前この店舗にもたくさんいろんな種類のジーンズがあって、その元々のちょっと黒みがかっている色とか、元々のちょっと青っぽいというか、そういうのもちょっといろいろ店員さんに説明を受けて、ジーンズだけどそんなでも、まあ、太さとかももちもち違いますし、色がまた10年経った時にこうなるジーンズとか、ちょっと黒みがかるジーンズとかっていうのがあって、なんか今だけを楽しむんじゃなくて10年後を楽しめるようなジーンズなんだなっていうのは本当に着てとか履いててもすごい感じるものなので、そこが本当桃太郎ジーンズの良さという。そうですね、あの、まあ、この色味自体が、まあ、世界最特濃色って言って、はい、世界でまあ一番濃い青色ともなるんです、はい、でまあこれ自体が割と濃いものなので、結構その履き続けられてもこれ色落ちしたのかなって思う感じなんですけど、実際新品と比べると結構色落ちしてたりとか、はいはいはい、であともう一本こっち側にはその銅丹レーベルって言って、まあ、白い日本ラインが入ってるものが羊人レーベルっていうので、はい、ステッチが入ってるものが銅丹レーベルっていうんですけど、この銅丹レーベルが桃太郎ジーンズの、まあ、一番最初にできたジーパンではあるんです、はい、でまあこっちがその一番最初にできたジーパンだけあって、まあ、いろんなディテールにこだわりがあって、まあ、通常のカーパッチってこういうその糸で縫い付けれるような割と薄めのカーパッチだったりするんですけど、はい、ちょっとこうごつめの革でこうリベットでこうバンバンってこう打ったりとか、で、まあ、内側の腰裏にも、まあ、通常こういうところに裏地とかは貼らないんですけど、はい、まあ、こういうところをこう貼ってちょっとまあ日本らしさを出してみたりだったりとか、あとまあ気づき、まあ、これは羊レールもそうなんですけども、
ジーパンの縫製糸って大体一色単色で縫い上げるんですけど、モータロージーンズっていろんな色でこう縫ってるんです。まあ立体感を出すためにいろんな色で縫ったり、縫い上げたりとか、あと糸の太さをこう変えることによってより立体感を出すようにしてるので、でまあこういうことをすることによってまあより手間をかけて作ってるっていうので。まあ、ちょっとあの保証書もつけて、まあ、あのよりいいものを作っているという形になっているんですけども、国産ジーンズの中で、まあ、特にこれレプリカジーンズみたいなあの販売しているメーカーさんの中で、まあ、2万、まあ、税込み2万4200円みたいなのは、まあ、どっちかというと一般的な価格からするとちょっとやっぱりお値段高めにはなるんです。ただまあなので、まあ、なんでそこまで高いかっていうのは実際にその、まあ、例えばお店に来ていただいたりとか、まあ、いろんな資料を見ていただいて、まあ、僕らがこう説明をすると、あ、まあ、こういう理由があって高いんだなっていうのが分かると思うんですけども、若い世代の方からすると、その桃太郎ジーンズってこういうのがあんまりその見るメディアにこう出てこないものなので、なんでそんなところのやつが急にこんな2万いくらっていうのがこうポンとこう出てくるの時になかなか難しそうな、もう僕岡山なんでやっぱりその小島がジーンズで有名っていうのはもちろん知ってましたし、僕は本当のジーンズってすんごい高いイメージがあったんで、1本まあ5万からそれ以上がもう通常であると思ってて、で初めて店舗に行かせてもらって、まあ、今回もそうですけど2万5000とか、まあ、ものによってはまあ2万ちょっとなのかとかっていうものがあって、それでまあ各側としては1年ものじゃなくて10年とか、まあ、もしくはもっと履けるし、ちゃんとしっかり管理してればもっと履けるものって考えると、その最初に払うものっていうのはまあ高いと思うかもしれないですけど、履いていくごとに変わっていく良さを味わったりとかして10年とかって考えたら、ただ1本持っておくだけでそれが10年履けるって考えたけど、それはすごいことだと思いますし、それがまたまあ太さを変えることで2本あったら違う楽しみ方もあって、まあそれを10年って考えたらどんどんまあ自分で年間とかを計算していく、毎日履く人ももちろんいいと思いますし、そういうのを考えていけば、もう国産ジーンズでやられてて、まあ、自社でやってるからこそのこの売り値なのかなっていうのはすごいいろんなジーンズを見てても感じたことなのかなと本当に思いました。もっと高くてもいいんじゃないかなっていうのはちょっと失礼ですけど、高くても全然いけると思うんですけど、実際に履いてみたらその良さっていうのが圧倒的に分かると思うんで、一度、まあ、東京とか店舗がそれぞれあるので行ってみて足を運んで実際に試着したら絶対分かるんです。僕はそれでもう今日は奮発の日だったので皆さんもぜひお店に直接行かないとやっぱ物作りの良さっていうのは分からないと思うので、体験してもらいたいなと思います。これもすごいんで、これもモータロージーンズなんで、ジャケットっていうかこのカラーシャツっていうか、僕はジーンズを履いて履かないと多分これに巡り合わなかったんで、すごい貴重な経験というか、ありがとうございますっていう新しい出会いなんですけど、これを着てまたちょっとおしゃれに行きたいなと思います。ありがとうございました、はい、ジーンズの素材を折って作っているところにさせていただいたんですけど、今は機械を止めずってまで話をさせていただいているんですけど、山本さんという職人の方にちょっとお話を聞かせていただければと思い、カメラを回して待ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そのジーンズを作るにあたってというか、まあ、その安いジーンズと、まあ、高いジーンズとの、まあ、その違いというものをやっぱり教えていただきたいなと思います。安いジーンズとかなんですけど、まあ、主にその今もう最新の初期ですかね、あの大量生産が簡単に言うとできるんですよ。もうメーター本当に1時間でかなりのメーターが折れるので、やっぱりその分やっぱデニム の、 そうです、ね、生地の値段がやっぱ安くなって、デニムにしてもやっぱりジーンズにしても安くなってしまうので、ですけどうちのジーンズは1時間5メートルぐらいしか折れないんですよ。幅も狭いです。だいたい80センチぐらいの幅なんですけど、その幅しか折れなくて、今の最新の食器と違って結構かなりごつめな生地が折れるようになってます。耳がついてるこのセルビッチっていうんですけど、はい、このセルビッチデニムっていうのを一応うちは売りにして作っています。あ、こうやってジーンズ、もう僕もこれ桃太郎ジーンズを履かせていただいてるんですけど、まあ、これを作るのに
1本、まあ、出来上がるまでに、まあ、その素材だけでも何時間っていうのがかかって出来上がってるって考えると、ジーンズ1本作るのに必要なのが約3メートルなんですよ。1時間折って本当に1本作れるかどうかなんで、それはめちゃめちゃ貴重なジーンズっていうか、もう大量生産がまず不可能なんで、こんなにやっぱ希少価値があるジーンズだったなって。他にもこの国産ジーンズっていうのがあるとは思うんですけど、まあ、その中でも桃太郎ジーンズと他のジーンズ、国産ジーンズと比べての違いっていうのをお聞きしたいなと思います。やっぱこのセルビッチデニムっていうのがうちは売りにしているんで、やっぱりあの他のメーカーさんとかですと、やっぱりあのなんていうんですか、まあ、セルビッチのデニムを使ってるところもありますけど、トヨタっていう機械なんですけど、今のあのトヨタ自動車さんの車を製造している会社の、あのもう前の一番最初のトヨタの、そのトヨタさんの機械を一応売りにして、一応あのもうこの幅の狭い機械で彫ってて、ジャパンブルージーンズさんとかはあの一応自社で製造してるんで、他の、そうですね、あのメーカーさんよりあのちょっと値段が安く提供できるんですよね、自社で作ってるんで。 あとはそうです、もう一個特徴があって、はい、あとあの自社の、そうです、桃太郎さんとかで扱ってるんですけど、あの横糸を変えたらすごい表情が変わるんですけど、もしあのその青色の糸とかで折ったら、この裏地がもう思いっきり青色になって、あの違うデニムが作れるようになってるんですよ。一応あの横糸のシルクとか、多分他のではないんですけど、一応桃太郎ジーンズさんではあの横糸のシルク、ちょっと光沢があるようなジーンズになってしまうんですけど、そういうジーンズとかも多分もう折ってますんで、あと藍染めですかね、横糸を藍染めしているジーンズとかも一応うちで折ってますので、それはもう別注で多分桃太郎ジーンズさんだけしか作ってない商品ですので、まあそこも強みだと思います。で、黒の生地とか、そうですね、黒の生地とかして、まあ多分それぞれの色がちょっとずつ多分変わってきてるだと思うんですけど、まあ、これは本当多分職人にしか気づけない部分のところだと思うんですけど、糸が変わったらもう調整しないとまたそこからもう折れなくなっちゃうんで、もう糸を、ただ横糸を変えるだけではダメなんですよ。国産ジーンズとってここで自社で作ってるものづくりに対する思いとかあると思うんですけど、ありがとうございます。で、次なんですけど、まあ、若い人やっぱり履いてもらうためのことというか、その、まあ、ものづくりをされてる側の人からして、どんなその、まあ、PR というかっていうのをぜひなんかちょっとお願いしたいなと。まあ、僕個人な意見なんですけど、結構やっぱあの履き込んでいただいて、あの生の、その デニムからあの僕的にはすごいあの色をそのまあ落としていっていただいて、あのまあもうそうですね、あの自分と一緒に育てていけたら行っていただきたいなっていうのはすごい思うんですよ。で、あのもう自分にその合ったそのまあ当たりとかそういうのがついていって、もう自分だけのジーンズになっていきますので、僕はもうあれですね、もうその方に長く履いていただいて、で使っていっていただきたいなと思います。ワンシーズンで終わったりとかするのがあると思うんですけど、まあ、それを本当にこういう現場を見て、ジーンズっていうのは長い10年とかそれ以上履いてからこそ、その人が履いてきたその良さが出てきたりとか、まあ、もちろん今履いた新しいものとまた10年後の色が変わる、その違いっていうのはもちろんあると思うので、そういうのを楽しめるのが、まあ、一緒に成長していくっていうのを言っていただいたり、そういうのができるのがジーンズの良さだというかとは思ってたんですけど、こうやって生のそのものづくりされてるっていう現場を生で見て、なんか本当にジーンズってすげえなというか、すごいなっていうのを本当に肌で目の前でこうやって見ることなかなかできないんで、作ってる現場っていうのは買うことはできますけど、作ってる現場っていうのを直接見て感じ取るというのはなかなか貴重な時間をいただいて、やっていただいてるんですけど、こういう職人さんがいてからこそのジーンズ1本が出来上がるっていうのだからこそ大事に履いていきたいなと僕は思います。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。